はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、ということでですね、今回は、インスタで5200フォロワー集め、月商180万円をですね、売り上げた篠原さんと一緒に動画を撮っていきたいなと思うんですけれども、篠原さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっとまず本名からちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、篠原誠です。篠原誠さんですね。はい、誠という字は、誠実の誠ですかね。そうですね、はい、篠原誠さんと。はい、はい、年齢お伺いしてもよろしいでしょうか。差し支えなければ、46歳です。46歳。はい、いつも若々しいのでね、なかなか30代ぐらいかなと思ってたんですけど。ああ、そうなんだ。はい、僕も今初めてちょっと年齢知りました。はい、お住まいはどちらの地域でしょうか。神奈川ですね。神奈川ですね。はい、メロンパンで有名なとこです。横浜とかの方ですか。海老名なんです。ああ、海老名の方ですね。はい、なるほど、神奈川県と。今どのような、業種でビジネスをされていらっしゃいますでしょうか。はい、今 SNS マーケターみたいな感じで、うん、そのインスタグラムとか、SNS ラインアットとかですね、そういうのを、まあいろいろ分析とかしながらお客さんを集めて、それをまあクライアントさんに教えてあげるとか、そういうことを仕事にしています。なるほどですね。かしこまりました。今のまあビジネスをやっていく上で、まあ、実際に篠原さん自身もインスタグラムをですね、まあ、集客に使われていると思うんですけれども、インスタ本格的に始められたの期間ってどれぐらい前からですかね。そうですね、1月から始めた感じですね。今年の1月から。あ、そうなんですね。今年の1月からちょうど始められたと。はい、今年の、なるほど。はい、じゃあ大体まあ半年ぐらいって感じですよね。そうですね、はい、感じですかね。その他に何か使われている集客媒体とかってございますか。集客媒体、あとはまあそうですね、ちょっと YouTube でまあ動画を撮ったりとか、あと他にはこれといって集客媒体というものは使ってないんですけども。はい、今 YouTube もね、結構熱いですよね。そうですよね、はい、うん、結構見てくれる人も増えてきていると思います。うん、そうですよね。なるほどです。で、実際、まあ、どれぐらい、まあ、結果が出たかっていうところを聞いていきたいなと思うんですけども、今インスタのフォロワーが、5000ちょいって感じですか。5200ですね、今。5200人、インスタのフォロワーが5200人、はい、半年で集まって、はい、で、今のご自身の、まあ、SNS のコンサルであったりとか、今のご契約っていう形で言うと、月商で大体、180万、ね、合計で180万。はい、合計で180万です。これは、もし差し支えなければなんですけども、単価って大体どれぐらいの、商品を扱うんですか。108万の、ものと72万のものですね。108万と、72万の商品と、はい、うんうん、なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、実際ちょっとここでですね、実際に篠原さん自身のですね、まあ、インスタグラムっていうのもちょっとここら辺の画面の右側にお見せをさせていただいて、なんか篠原さん自身が気をつけていること、インスタグラムの例えば投稿とか、例えば集客とかですね、あとまあ LINE アットへの誘導とかに関しても、どういったところ気をつけているのかとか、まあ、集客できたポイント、秘訣とかについていろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども。そうですね、まあ初めの頃と比べるとかなりその色使いとかがだいぶ変わってきていると思うんですけども、はい、まあ、こちらが今そうですね、篠原さんのアカウントになるんですけども、じゃあ以前は、あ、確かに昔とかだとちょっと色合いとかもどういう色で統一していったりのかとか、ちょっと血迷ってた時期とかもありますよね。そうですね、はい、うんうん、でやっぱりそのターゲットを意識して、うん、その色使いとかを、うん、変えるようにしていきましたね。ああ、ターゲットを意識していって、色使いを変えるっていったと。そうですね。ですね。じゃあ、はい、うん、まず集客できたポイントとして、まずターゲット、例えばなんか女性とかだったら、ね、女性が好きそうな色とか、はい、男性だったら男性向けっていうようにターゲットに合わせた色
愛でやっぱ統一をしていくってことが重要と。そうですね、はい。初めの頃はやっぱり男性客の方、男性客っていうか男性の方にやっぱ響いていたような色使いだったみたいで、うんうん、確かに確かに。やっぱり LINE の登録者数も、男性の方が多かったり、フォロワー数も男性が多かったりしたんですけども、うんうんうん、あのそれが後半の方になったような色使いにしていくと、やっぱりあの割合が男性が減ってきて、うん、大体半々ぐらいまであの戻ってきてたっていう風になったので、やっぱり女性の方が後半の方は登録してくれてたのかなとは感じます。実際ね、最近だと本当に女性とかもね、響きやすそうな色合い使われてますけれども、1投稿で755いいねとか、581いいねでコメント14件とか、640いいねでコメント17件っていうように、もうやっぱ平均いいね数5、600件はやっぱ超えてきてるって感じですよね。そうですね、はい。これはなんかあの秘訣とかあったりするんでしょうか。まあ、やっぱりその、まずはそうですね、なんか読んでもらえるような、はい、興味のあるようなちょっとタイトルを考えたりとか、あとはまあ、はい、僕の場合はちょっと最近なんですけども、うん、その読みやすいように全部画像の中にその文章を入れ込んでいるっていうのがあるので、うんうん、それを見てあの、まあ、素早くいいねを押してくれるのかなっていうふうになってます、うん、こうやって画像をめくれるようにしてるってことですよね、スライドして。はい、うんうんうん、なるほどなるほど、スライド形式。実際 LINE アットへの誘導数っていうところはどんな感じですかね。 LINE アットの誘導数はだいたい1月に50人から60人ぐらい、50人から60人、はい。まあ、これ無料でコストをかけずに集客できていると。はい、そうですね、はい、そうですよね。まあ、月にね、50リスト集めるってなったとしても、広告かけたらね、15万とか、Facebook 広告だと20万ぐらいかかったりすることも全然あるんで、まあ、そのリスト数をもうコストをかけずに、これを別にね、自宅にいながらとか、別にね、トイレしながらとか、はい、電車の移動時間とかでも、あのリスト集めていっているっていう形ですよね。そうですね、うん、実際の作業時間としては、大体30分ぐらいで1投稿。1投稿とフォロワーとかが出していくのも終わっちゃうので、うんうんうん、あの全然、うん、時間はかからないですね。なるほどですね。じゃあ1日だいたい20分、10何分ぐらいですかね、作業時間として。作業時間はそうですね、本当に、投稿までが、画像を作って投稿出すまでが15分から20分ぐらいでは終わっちゃうと思います。15分から20分ぐらい、はい、うんうん、素晴らしいですね。この作業を続けていくことで、その LINE アットにも月に50人か60人ぐらいのリストっていうのを集客して、そうですね、売り上げにつなげていると、はい、うんうん、いいですね。なんかその実際にね、あの我々のスクールに入っていただいた前とその後でのなんかそのビフォーアフターっていうところで、まずなんか心境の変化とか、あとプライベート面での変化とかいろいろあると思うんですけど、まずなんかスクールに入る前にそのビジネス面的なところで、あのどういう状況だったんですか。もともと集客バンバンできてるよみたいな。いや、もう全然できてなかったですね。去年の4月までは土木作業員としてちょっとサラリーマン、おっしゃってましたね、うんうん、はい、やってたので、で仕事を4月に辞めて、でまあ仕事を始め、あの起業というか、あの家でできるような仕事をちょっとやってたんですけども、うんうんうん、収入はゼロでしたね。ああ、収入ゼロだったんですね。はい、今年の1月まではゼロでしたね。なるほど。収入ゼロだと結構きついですよね。そうですね、うん、やっぱり厳しかったですね。でまあアルバイトとかしながらちょっと、うん、足しにしながらちょっとやったんですけども。アルバイトを掛け持ちしながら、はい、でそうですね、その時はまあ集客の仕方っていうものをやっぱり分かってなかったので、うん、まあそこはもうしょうがないのかなと思いますね。やっぱり収入になんなかったのは、集客とか、まあ、そういう仕組み化のやり方が全然分からなかったって感じですか。はい、そうですね、はい、うん、分からず。 LINE アットとかって大体どれぐらい集まってましたか、独学でやってきた時とか。いや、ゼロですね。 LINE アットもゼロに、はい、
結局、ラインアットにどうやって登録してもらったらいいのかが全く分かってなかった。なるほどですね。スクールに入ってからどういったところがなんか変わったよとかっていうのはありますかね。そうですね。スクール入る前にその、うん、SNS、まあ、Facebook の方も習ったことあったんですけど、うんうん、あのそこから、まあなんかお客さんにつなげて、収益上がればいいかなと思ってたんですけど、できなくて、うん、で、まあ、スクール入ってから、そうですね、その具体的なやり方っていうのをあのしっかり教えてもらえるっていうのが、あのどういう言葉を使ったりとか、うん、あとはどういうふうに言ってあげると、そのお客さんが営業トークとか、はい、あいところですね、そうですね、そういうなんか言葉の使い方とかもしっかり教えてもらえたので、うん、まあ、いわゆるそのテンプレートですよね。例えば電話営業だったら電話営業のテンプレート、はい、そのうちのテンプレートをそのまま使っていただいて、そうですね、なんかテンプレートどうですか、実践はしやすかった感じですか。あ、テンプレートやっぱあるとないとでは全然違いますね。あの初めから自分で作ろうと思っても作れないなっていうふうに思うので、あれをその元にしてなんか自分の言葉に直したらいいんですよっていうのがすごく、あのなんかね、励まされたっていう、励まされた、その励ましの意味合いも実はテンプレートにあったっていうやりやすかった、めちゃくちゃやりやすかったですね。はい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 、はい、へえ。で実際じゃあその後は、フォロワーも伸びていって、はい、うん、なんか売り上げ今ね月商7桁っていうところ達成されてると思うんですけども、はい、売り上げが上がってからのなんか心境の変化とかってありますか。ああやっぱりそうですね、そのやっぱ売り上げが上がってなかった時はもう常にそのお金の心配っていうのしかなくて、うん、なんかあんまり他に遊びに行くとかっていう心境にはなれなかったんですけども、うん、まあ、7桁売り上げ上げた後は、結構その距離あるところ、まあこの間大阪行ってきたりとか、そっちの方でもその、うんうんうん、なんか教えてくれとか、これで大阪いらっしゃいましたもんね、はい、はいはいはい、あるので、なんかそういうのが、うん、あのなんか移動する遠くに行くっていうのもなんか、うん、あのなんですか、あんまり気にせず、うんうん、行けるようになりましたね。もうそんだけね稼いでたらもうむしろ全然もう旅行とか余裕であの毎月行けるかなっていう感じですよね。そうですね、はい、うん、で楽しめると、うんうん、です。なんか今後の篠原さんのなんか野望とかっていうのはあるんですか。ああ、そうですね、今後はまあ今その個人でその企業さんに対して教えてあげたりとかしてるんですけども、うん、やっぱりスクールみたいなことをやってで、うんうん、あのまあ僕が集めたいなと思っているのは、あの地方で頑張っている人たちを送りたいなと思っているので、うん、あの今その SNS とかインターネットがこういうなんか発達して使いやすくなっているからこそ、やっぱり、うん、田舎の人たちに、ね、そのうまいこと使ってもらって、その田舎の方でもなんか結構田舎の方だと仕事がなくて困ってるとかいう話をよく聞くので、うん、そういうところをちょっと、お役に立ちたいなっていう、なるほどですね。それでもう地方の方でもその SNS 使ってビジネスを活性化させていくような駆け足になっていきたいっていう、うんうん、なるほどですね、うんうん、あの実際に、まあ、篠原さん自身が例えば、まあ、あれのスクールに入っていただくてもそうなんですけど、なんか一歩その踏み出すきっかけとなった出来事だったりとか、あとはなんかこの動画見てくださってる方で今一度ちょっと踏み出したいけど一歩踏み出せないっていう方もやっぱりいらっしゃると思うんですね。っていう中でなんか篠原さんが踏み出せた秘訣とかって何かあったりするんでしょうか。そうですね、まあやっぱり僕一回そのお試しで一回その受けさせてもらったんですけども、はいはいはい、やっぱり一度そういうのを
受けてもらって、そのスクールのなんか雰囲気とか、うんうん、そういうものを感じてもらって、なんか自分に合うなとかって思ったら、そのなんですかね、もう思い切って入っていった方がいいのかなと思います、うんうん、はい、でやっぱりその合う合わないっていうのは多分あると思うので、うんうん、なんか先生のことが、先生がよく YouTube とかの動画とかでも流してると思うんですけども、はいはい、あ、この先生いいなとか思ったら、うん、もう迷わず行ってみた方がいいかなと思います。なるほどですね。まあ、なんか全然ね、はい、例えばこの動画見てくださってる方の中でも、別に我々のスクールでなかったとしても、その他のね、他のスクールとかコンサルの方とかであったとしても、やっぱこの人がいいなっていうなんかフィーリングとかってすごい大事ですよね。そうですね、はい、で結構自分の直感っていうのはその当たってると思うんですね、うんうんうん、はい、自分が感じたことっていうのは、うんうん、なのでそこはもう自分を信じて行ってみてもいいんじゃないかなと思います。なるほどです。はい。そうですね。ちなみに私北野修司をですね、一番最初に見た時の篠原さんのちょっと印象、これ本当に率直で、これ本当に打ち合わせとか一切しないんですけど、率直な感想とかもね、ちょっともしあれば北野の印象。はい、そうですね。まあ北野先生は僕の半分以下ぐらいの年ですよね。あ、そうですね。僕は今年で24歳なんですよね。そうですよね。はい。はい、なので、そんな、年が僕より全然いってない方なんですけども、ものすごくその知識量とか、あとはその、もうビジネスマンというか、その経営者として、なんかすごく立派な、その、なんですかね、立ち振り、振る舞いっていうのはすごく感じて、ここ入ってよかったなと。こういうなんか僕ってね、今までサラリーマンというか土方だったんで、結構横柄な態度とかそういう感じだったんですけども、あ、こういう風なところも真似してその自分のものにしていけたらいいな。なるほどですね。なんかこう言うとそれを聞いて僕はちょっとここに打ち込まないといけないんでちょっと恥ずかしいですけれどもなるほどですね、ありがとうございます。はい、なんか最後にですね、まあ、現状に踏みとどまっている皆さんに対して、なんか篠原さんの方からもですね、一言もしあれば。はい、本当になんかまあ多分必要だと思って結構こういうなんか調べてたりとかしてると思うんです。なので必要だと思うんでしたら、その多分自分一人で調べてたりすると結構時間かかっちゃうと思うんですよね。なのでやっぱりそこはそのお金を出すっていうのは時間をその短縮するっていう意味ではものすごくいいと思います。僕実際にその、去年の4月から今年の1月までもう無料というかそのお金もかけずに、うんうん、一人で結構調べをやったりとかしてて、全く知れなかったのが、うんうん、実際にもう覚悟を決めてお金出して習って、はい、2ヶ月目で収入を得ることができたので、うん、まあ、未然に起きて覚悟を決めるみたいな。はい、覚悟を決めれば、おのずと道は開けるのかな。なるほどですね。覚悟を決めて、まあ、ここが本当にいいなと思ったところに、しっかりと投資をして、まあ、なんかスキルを体得していくとか、と結果的にその長期スパンに見たときに、成功にかかる時間っていうのを短縮することができる。そうですね、はい。うんうん。本当そうですよね。いや、本当にね、篠原さん、本日はちょっといろいろね、お話聞かせていただいてありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。はい。最後になんか篠原さんもですね、LINE アットで、なんかプレゼントとか、今お渡しされたりされますか？はい、そうですね。まあ、今は、その、インスタグラムの、フォロワーの増やし方っていうのを、だいたい1ヶ月で2000フォロワー増やすやり方を。1ヶ月2000フォロワー。はい、プレゼントさせていただいてるんですけども、うん、ちょっとまた新しくプレゼントを今、作ってまして。なるほど。はい、そちらの方はですね、ブランディングなんですけども、うん、さらに一歩踏み込んだコアコンセプトっていうところをちょっとお話ししていきたいなと思っています。うんうん、なるほどです。こちらは篠原さん、はい、LINE アットの ID など教えていただいてもよろしいでしょうか？あ、はい、アットマーク、はい、しのまこ
SHIMOMAKO ですね。うんうん。まあ、篠原誠さん、略して篠誠ということですね。はい、そうです。でこれアットマークもですね、ぜひお忘れなく LINE でね ID 検索していただけましたらお友達に、ね、なっていただけますね。そしたら、まあ、このプレゼントか、もらえるということですので、はい、ぜひね、あの篠原さん LINE アットの配信もためになると思いますので、ぜひね登録してみていただけたらいいんじゃないかなというふうに、思います。はい、またねこの動画少しでも勉強になっている方はぜひね、チャンネル登録と高評価ボタンもねぜひお願いいたします。はい、ということで、篠原さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。